はいどうもピオキングです。今日もですねトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコーストロールサスバージョン10ということで、このコースですね日本人の方なんですけど、トロールコースを探してる時にですねこの方結構出るんですよ。でさらにね僕が最近出したコースにこの方からコメントがあったんですよ。っていうことはよ、トロールコースをいつも探して出てくる、さらに僕のリスナーさんかもしれない、もうやっていくしかないじゃんと思って積みポイントがあったのと遊びやすくしたため修正版ですと、まあ、そんな優しいことを書いてるんですよ。何が優しいだ、クリア率 0.84% じゃねえか結構難しいんじゃないかなって思うんですけど、早速やっていきたいと思います。まずこのトロールサスのサスってさ、やっぱもうステンレスしかわかんないんだよね。これなんか前にもこういうくだりなかったはい、どうもこんにちは、初めましてから魚。じゃあここは魚を出した瞬間もうすぐ下に降りていいっていう感じだね。うわもうわかんねえな、これ裏は取るしかないんじゃないの。あ、取れない感じ。ここここバブルが出てくるでしょ。ありがてえ、変化球来る、あぶねえそれじゃあドアに入っていきたいと思います。ここは何もしないで大丈夫でしょ。優しい、本当に何もしないでよかったね。めっちゃ優しいんじゃないの。 0.84% サクッとクリアしていきましょう。ただね僕気になってるのがあって、またお前か。さっきの気になってることっていうのは、日本人の方のコースって上からね敵キャラを降らしてきて詰ませるっていうことが多いんですよ。なんでこの方ももしかしたらそういう傾向にあるのかなと。そしてここはピンクコインコースか今気づいたよ。ここはピンを踏んですぐ下に行く、それで上に入る。なんで入れんの、鍵かかってんの。マジでわかんないね、なんで入れなかったんだろうね。ピン押すでしょ上、ほら入れないんだよね。どうやって次に進むんだろうね。タイミングよく上ボタン押せっていう感じかな。上押しっぱじゃないで上、あそういうことなんだね。うわピン、あれなんて言ってるんだろう、ウオッピーでいいのかな。じゃあここは上押しっぱで大丈夫。さあここでジャンプしていいのかな。ジャンプしないといけないよね。ジャンプうまいじゃねえかつてるる。じゃあここは一旦ジャンプして何もしない、そんでもう一回ジャンプしていけるっていう感じだね。でここのビードは入ったらどこに行くんだろう。またかよじゃあこのビードは入ったら上押しっぱそれでいいんでしょ。でジャンプでいいのかな。ジャンプするね、ジャンプします。今度は上ボタン押さなきゃいけないじゃねえかじゃあここは一旦ジャンプしてもう一回上押しっぱそれで大丈夫だね。でもう一回ジャンプしてこのツタに捕まる、そしてここはスタートっていいのかな、取っていく。いやあくっそ、いけなくなったよ。これはスタートでしかないやんか。それじゃあここのスターはもう輝されません。ビードワに入っていきたいと思います。悔しいもう初見殺し多いなここ。まあまあ日本人らしいコースだね。それじゃあこのビードワ入ると上押さなきゃいけない、でこのまんま右、よっしゃ、あ、低いドアは吹かせてやりたいぜつてるるに。絶対一個ぐらい罠を華麗に避けてつてるるをね愚弄したいと思いますっていうか思ったんだけどさ、もうビッコイン全部集まるよね。このコース短いのかな。じゃあここ魚が来たんで一旦避けてこのまま土管に入る。次は何だろう、上を心配しとく、上を心配、あー何もしないで大丈夫クソメカクッパ、このやるかこの対談か。じゃあここはメカクッパが出てくる前にすぐ左に行こうか、多分これで大丈夫と思うんだよね。で上上大丈夫、うっそ、ここは左から行かなきゃいけないの。久しぶりにシャイニングスターでも流します。じゃあここはもう左から行くしかないね。左から行ってこのツタに捕まっていく、ジャンプしないよ絶対この方ね、隠しブロックある。どうしよう、キノコが出てくる、この砲台のところに。そうでしょ、いや大丈夫、バーチャルキノコはいる、大丈夫だね、キノコいらないね。じゃあこのベッドかぶってこのドアに入っていけば大丈夫だと思うんだけどな。ここも何もしないで大丈夫、あはははは。じゃあこのドア入ったら右に走っていこっか、これで大丈夫。いやダメだ、上に行かなきゃ多分ダメだね。こっちで合ってるでしょ。
ろうね。なんでこのキラー超えます。ミスった。あ、いや、これで大丈夫なのか。面倒をなくさないで上に行って、このガリガリを抜ける感じでしょ。ジャンプジャンプジャンプえ、これ抜けれないの。後ろ向きだったら大丈夫。うわ、待って、邪魔っつって、この、あ、わかった。左の針に当たってその瞬間右に行く。これで合ってたんだね。さて、ここで音符を叩いてジャンプしまくるね。こういう感じ。なんでえ、これ積んだ感じじゃないの。出るれじゃあここは一旦音符を叩いて右ダッシュしておくね。ダメやんか。音符を叩いて左を尻尾で逃げる。そしたら右に行けるっていう感じか。そしてここは取って上を尻尾、やっぱ締めてて大丈夫もう日本語になってませんけど。何ここ、どうすりゃいいの。大丈夫でしょ悔しい。早く入ればよかったよ。これなんだろう、パックマン。次こそ入るよ。ここ、こ、上、よし。さあ、どう、なんか来る、なんか来る、何も来ないで。うわ、ここはパンを叩いていいんでしょうか。大丈夫、まだ大丈夫でしょう。かき棒をすり抜けていきたい。僕の腕ならすり抜けていけるはず。みんな見ててね。ほっ、うまいここで中間ポイントゲットか。なんだろう、左から行っていいのかな。これめっちゃ気になるね。何、フラワー、熱い。これは普通に中間取らせてくれたんじゃないの。ほら、取れるでしょ。頼む、やった中間2個目ゲットしました。やった。ここはどっすんわ。なんだ、まるまる邪魔すんな。まあ、それでも中間に取ったからね。一旦右に避けておこうか。一旦右に避けておいて、キノコがないとここ渡れないよな。あ、なるほど、ここでキノコを出してくれるわけね。さあ取らして、そして上に行こうか。左か右か、これは左が正解。うわ、くっそ、あ、いや、合ってたんじゃないの。ここでスタートって、それが正解でしょ。なんでここまでは合ってたんだ。で、ここで右を進化しながら早く行く、そういう感じでしょ。クイーン。それじゃあ次は釘に引っかからんようにするよ。一旦このドスを倒した瞬間左に逃げる。そしてこのスター状態のまま早く行った方がいいと思うんだよね。さあ、土下に入ってスター状態のまま早く右に行きましょう。で、オンオフして右、あはん。じゃあここはオンオフをしない方が良かったんで、何もしないでこのまま右。なぜなんだえ、ここじゃオンオフして良かったのかな。一旦オンオフしてみるね。で、ジャンプしてもう一回変わるでしょ。で、もう一回オンオフして右に行けみたいな。うわ、ここわかんねえな。もう一回オンオフしていい？ジャンプ、あ、これでいけるのか。何回かしろってことだね。じゃあここはもう蹴るしかないんで、蹴りますね。蹴ってこの場所に置っておく、それが正解。あはは、大事だよ今のカロンは。じゃあここ蹴ってなるべく右に寄っておこうか。そしてこのカロンの甲羅を履いてこのまま右に行くね。オッケー、あははは、くっそ、滑りすぎだろ甲羅。滑り止めつけとけ。スポじゃねえんだ、脱がしてよここはもう引っかからんよ。タイミングよくジャンプするね。こう全然タイミングよくねえけど、左を進発取ったらね、滑らなくて済みました。じゃあここはヒップドロップで行くしかないよな。ヒップドロップ、あら、いけんねえ。それか、あ、上でジャンプしてそのまま貫通しろみたいな感じだね。で、リンク取って、待って、この音楽やべえやつじゃないの。見て、この左右の動き超速くない。でもここしか一方通行なかったんで、まあここしか一方通行なかったんではちょっとおかしいね。まあここしか行く道なかったんで、このまま行けば多分ゴールがあると思うんだよね。で、ちょっとごめんね、さっきから上の文字全く読んでないんだよね。まあ、ゴールって書いてるよ。ゴール、そしてヒント。うわ、マジかよ、ここにゴールのヒントがあるっていう感じかな。何ここ、うっそ
なるほど、あのガリガリの下にゴールがあったのか。それじゃああのガリガリだね、あのガリガリの下にゴールがあるってことはこの上の針に当たれば貫通してゴール。やった。どうですか皆さん、僕の方が8枚ぐらい上手じゃなかったですかね。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。これツイッターでね、このコースをぜひやってくださいって DM が来たんですよ。で見てみるとね、すごく謎だなと思ってさ、メットを駆使して花ちゃんを乗り熟してください、隠しブロックやアイテムはありませんというね説明文に書いてるんですけど、クリア率 0.25%、 マジで鬼畜だね。そして一人だけクリアしてる方がいるんだけど、 CHLJXBY さん、この方ね、おそらくだけど一発マリオをするね世界一うまいプレイヤーじゃないかなって思うんですよ。この人のページ行ったらわかるよマジで。もう本当に作ってる一発マリオがすごすぎて、僕もそんなにうまい方じゃないと思うけど、クリアできないのがありすぎて、っていうかね、もうクリアする気すら起きないレベルのコースがたくさんあるんだよね。ぜひ見てって、マジですごいから。まあ舞さんのね話はこの辺にしといて、早速遊んでいきましょう。まずこのメットそう来るのね。まずこのメットをかぶって上に行けばいいだけなんだけど、絶対に届かないよね。下から叩くのかな。なるほど、下から叩いて花ちゃんを踏んづける、それでいけないかな。まず下から叩くでしょ、でそのまんまの勢いで、え待って、なんか今すごいジャンプしなかった？マリオがさ相当ジャンプしたよね。ちょっともう一回してって、一旦ジャンプしてハナちゃん踏むでしょ。ほらほら、なんかすごいジャンプするんだよね。これ何回かジャンプすることによってどんどん高くなるみたいな、そんなんないかな。ここうわダメだうわどうやってするんだろう。一旦さ左のブラッパに乗せていくみたいな感じかな。こっからジャンプ、うわ絶対届かんねえこれ。ちょっと最速見ていい？最速が2秒か。2秒って言ったらもう速攻でこういう風にいったんじゃないの。なんか今いけそうじゃなかった？なんでスタートした瞬間にジャンプ、そうこういう風に、うわ惜しい、今ので逃げてなかったらゴールできちゃったっぽくない？もうつかめたね。2人目のクリア者になってみせましょう。全然ダメだった。はなちゃん、はなちゃん、いやこれ何回かやってればいけると思うんだよな。ティルルティーティー、ティルルティーティー、ティルルティー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 、いやそういう運任せもいいけど、なんか攻略法ありそうなんだよな。ここでジャンプを何回かしてたら、ここでスーパージャンプ、うわ全然ダメだな。やっぱ最初にも速攻走っていかなきゃいけないのかな。これで当たらなかったらいいんだけど、あ待って、今スタート押したけどこれいけそうじゃない？頼む、ほら、いやはははは惜しい絶対いけたと思ったんだけどな。でも今のをヒントにさ、何回かヘディングをかましたらいける、そういう感じじゃないから、よっしゃクリアできました。このコース本当によく考えられてるね。ツイッターで送ってくれた方どうもありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。